ラサイトイブ、前回の続きからプレイしていきましょう。 Day 3、トータセレクション。さて、こっからどうしたもんか。ここの箱が気になってたんだよね、ずっとね。弾薬他なんかないか、あるんじゃないのか。ここは別に前団地ってわけじゃないんだよね。日本から来てるだけだもんな、前田自体は。お、前田。あ、よく眠れました？お前、外で寝たら死ぬぞ。あなた。冬だろ。科学者というのは厄介でね、科学的根拠のないことはどうも信用できないんですよ。それに、それに？いや、何でもないです。ん？おお、ダニエル。ガラス付きのニューヨークは渋滞なしで快適だぜ、ダニエル。おっと、勘違いするなよ。こいつは俺の勝手な判断だ。同情なんかする柄じゃないからな。ありがとう。さて、手持ちの武器じゃ心もとないだろう。お忘れ向きに向こうにガンショップがある。物資の補給とされ込もうぜ。窃盗は犯罪だぞ。でもまずさ、ちょっと物の整理したいんだけどさ、一回署に戻ってくんない？何しけたすらしてんだ。らしくないぞ、ミネ。さ、向こうのガンショップで調達調達。犯罪だっつってんのよ。こことかなんかない？物品はないか。ん？手持ちのアイテムがいっぱいですなんだよな。整理したいんだけど、防御力上げるやつ使うか。でもな、新しいベストとかが来たらさ、そっちに使いたいんだよね。ガンショップ、ここだ。店主には申し訳ないが、弾薬補給に使わせてもらおうぜ。本当に街で銃撃ってるんですね、アメリカって。まあ日本人としてはあんまり信じられんというか感覚だよな。下がってな。え、鍵かかってるって出たけど、開けれんの？まさかダニエル。そのまさかさ。お前やめろやめろ。もうちょっとのいてから撃て、バカ。危ねえな。本当に警官ですか？多分ね。呆れて物も言えん。この非常時だ、遠慮なくいただこうぜ。いただこうぜじゃないんだよ。でも一回ちょっとさ、整理させてくんない？物の。あ、飛ばしちゃった。さあ、お好みのアクセサリーどうぞ、お嬢さん。前田もなんかいる？持って行き放題だけど。アメリカってやっぱ怖い。まあ怖いな。いっぱい箱はあるんだけどさ。その前に一回、ガラスの音がリアルですな。一回ちょっとさ、警察署に行かしてくんない？ダメかい？無理なのかな？そんなことないよな。ねえ、一回返してくんない？あ、乗れる？乗った乗った。ああ、あれか。助手席か。ん？乗れねえけど。おい。おい、乗れねえぞ。物資補給はしたいんだけどさ。乗った乗ったじゃないんだけど、こっち側ってなんかあんのかな。
これ何？俺は薬局とか病院は苦手でね、匂いだけで気がめいるよ。あー、ドラッグストアってことか。こっちは安心じゃない？前田くん。アメリカの薬ってすごい種類がありますよね。効き目も強そうですし。なんか強いよな。扉が壊されてる。まさかとは思うけど。とりあえずまず、一旦警察署にさ、行きたいんだけど。あいつ、結構、すごいことするね。ダメなんじゃないのかな。あ、マンハッタンのどこへでも最短ルートで行ってみせる。あ、前田もついてきた。警察署行けない？一回戻りたいんだけど。あ、行ける。じゃあ一旦物品整理しようか。警察署に戻る。よし、一応整理が全部終わりました。で、今から、科学博物館に向かおうかというところです。さて、どこにご案内しましょうか。お二人さん、どっか研究設備のあるところにお願いできますか。研究設備？ちょっと試したいことがあるんで。博物館のクランプ博士の研究室はどう？かなりの設備があったみたいだけど、一応そこしかないかなって思ってやったんだけど、結局あれなんだね。誘導はあるんだ。そうかい。あの野郎のとこか。どうも気が乗らねえな。博士も避難してるでしょ。大丈夫よ。するかな、あの人。じゃ、そこにお願いします。チップ弾んでくれよ、観光客さん。虫。ジョークをかましてくれてるんだから。アメリカ自然史博物館。一回行ってみたいんだけどな。海外が怖いんだよな。ここがアメリカ自然史博物館ですか。さすがに大きいですね。ここに研究設備があるんですか。ハンス・クランプって、いけすかねえ野郎の研究室さ。今ならあいつも避難してて、空いてるだろうからな。ちょいと使わせてもらおうって寸法さ。避難してると思えないんだけどな。ほう。博物館の研究室にしてはなかなかいい機器が揃ってますね。で、何がしたいんだ？ええ、ちょっと待ってください。実はミネさんの服にゲル状のものが付着していました。ゲル状のもの？まさかイブの？ええ、状況から見てイブの細胞片に間違いないと思います。ミネさんに聞いたイブとしての力は認められませんが、細胞レベルなら確認できると思いまして。電子顕微鏡か？普通の、何してんだ？ちょっとね、実験をしてみようかと思いまして。え？あ、自分で切ったってこと？偶然とかじゃないのか。ほう、なるほど、これは。思った通りです。覗いてみてください。あ、普通の顕微鏡か。どういうことだ？ん？そこまで見えんだろ、普通の顕微鏡でしょ？二重螺旋まで見えんの？結晶板。これ前田の地下。どれがゲル状のもんなの？これがミトコンドリア。
取り込まれてしまった。ミトコンドリア、すなわちイブが私の細胞の核に取り付いて完璧に支配しています。ミネさんを襲った動物たちも同様にミトコンドリアにコントロールを奪われたんでしょう。ミトコンドリアに核を支配するなんて能力あるのか。いえ、通常のミトコンドリアにはそんな能力はないはずです。しかしイブのミトコンドリアははるかに進化しています。そうですね、あえて推測するならば、通常のミトコンドリアは ATP というエネルギーを生産するとき、酵素を必要とします。その際ミトコンドリアは核にその酵素を要求するんです。核はミトコンドリアからのエネルギーを供給がないと活動できません。だからミトコンドリアの要求には逆らえないんですね。イブはおそらくその共生環境を逆転させる能力を進化あるいは変異によって身につけたのではないでしょうか。進化か、10倍のスピードって言ってたもんな。共生関係を逆転？これだけの細胞片ですらこのパワーです。イブ本体の力がどれほどになるのか、おそらく日本でのイブをはるかに上回る。前田。はい？私のも試して。そうか、同じような存在みたいな疑惑があるんだもんな。知りたいの、なぜ私だけ発火しないのか、なぜ私にイブと戦う力があるのか、私とイブの関係が何なのか。ミネ、お前お願い。わかりました、ありがとう前田。ではこちらに来てもらえますか。腕を出してください。こう？はい。いいんですね、ミネさん。ちょっとチクッとするぐらいでしょ。ん？どうした前田。自分の目で確かめてください。怖いこと言うなよ。ええ。さっきと一緒って、これあれか、核って原子核まで見えてんの、あの顕微鏡。逆転を許さないってことか。見えましたか、ミネさんのミトコンドリアはミネさんの細胞の核にさらにエネルギーを与えてるんです。外敵のイブのミトコンドリアから核を守っているかのように。なぜミネのミトコンドリアにだけそんな能力が。詳しくは分かりません。ただリチャード・ドーキンスの提唱した利己的遺伝子という説をご存知ありませんか。お前バカにすんなよ。知ってるわけないだろう。簡単に言うと、遺伝子は自分の子孫を多く残すことのみを考えるというものです。ああ、それが本能だってこと。何年か前に聞いた気も、ダニエル賢いな。イブは味方によっては自分以外のミトコンドリアを滅ぼそうとしていると、滅ぼそうとしていると言えます。それに対してミネさんのミトコンドリアは対抗し得る力に目覚めたという考え方もできるかと。なぜミネだけ。そういうことなら俺たちにも同じ力があってもおかしくはないはずだぜ。そこまでは私にも。ん？博士？私の研究室で何をしている。避難してなかったのか。あんた避難してなかったのか。何をしていたと聞いてるんだ。いや俺たちは、市長からニューヨーク全域に避難命令が出ています。博士も一刻も早く避難した方が。ふん、市民を避難させて警官がその留守を荒らすとは世も末だな。すいません、私が無理を言って。なんだね君は。あ、すいません。ふん、電子、あ、これ電子顕微鏡なんだ。一応そうだよな。普通の顕微鏡じゃ見えないもんな。電子顕微鏡を使っていたのか。これは。
君はこの細胞をどこで手に入れたんだね。それは、言えません。ミネイブレア、そうか。それでイーブの細胞に取り込まれていないのだな。もう察されてるよ。しかもこれは、本人の体調に変化はないのかね。それは、いや、当人に聞けば済むことだ、ミネイ君。君の細胞には過剰なエネルギーが供給されている。何か体調に変化はないのかね。私は、まず熱っぽいはずだ。君の格好を見ればわかるな。意識はしっかり保てているのか。おい、薄着ってこと？俺薄着してる？なんだこれは。なぜ俺の息子の名前が。ベンだけじゃない、ロレーンの名前まである。何なんだこのリストは。何しやがる。今のリストは何だ、言え。あ、やばい、浮いてる。話したまえ。余裕あるな。答える義務はない。何？ダニエル落ち着いて。浮いてるから。死んじゃうダニエル。くそ、前田何してる今。プルプルしてる。職権内容もいいところだ、出て行ってくれ。あ、めっちゃ怒ってる。前田何してる。失礼しました。でもニューヨーク全域に、避難令が出ているのは本当です。できるだけ早く避難してください。前田は？ミネイブレア君、君は君のパートナーについて真剣に考えるべきだよ。失礼しました。前田、なんかやってくれたか。だが何を知ったところでもはや手遅れだ。こいつもあれか、イブに協力してんのかな。あくまで研究の対象として見てんのかな。はい、ということでじゃあこれ一旦区切りましょうか。一旦警察署戻るか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。